エピソード1終了しました。お母様お疲れ様です。お父様お疲れ様です。おばあ様ヨッホー。いやさ、最終的にバスティンにパス回しが来て過去を清算できたのはいいんだけどさ、団長ちょっと卑劣すぎるよね。胸クソパレード自営業最高責任者、団長は自分だけ闇鍋で暗視ゴーグルかけて好きなものを頬張るタイプ、それが団長です。もう忘れましょう団長のことは。 This is where you belongおめえの邸宅はここだみたいな、なんかアトベ式プロポーズみたいになっちゃったね。おめえの邸宅はここだからアトベ式プロポーズだ。ハウレスとボスキー、あでもボスキーはアトベ敬語風味あるな。俺様のビギーに寄ってそうだもん。じゃあ行きましょうか。いやーちょっとジェシカな、忘れられないよ。貴族との会議、貴族との会議、あリモートじゃダメですか。オリトルカス、ハーレスの3人はグロバナー系の会議に出席していた。リモートでいいですよね。私だけ画面用意してくれませんか。ズーム会議でいいんで。赤ちゃんのふりしてさ、頭おかしいやつだと思われれば、会議呼ばれなくなるんじゃない。キャッ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 キ、ステンドグラスに光が差すのはいいね。フィンレイ、髪が赤いですね。あ、これ月が綺麗ですねと同等の言葉。忙しいところありがとうルカス・ハルス。あ、フィンレイっていう名前なんだね。フィンレイ、アムロレイ的なこと、それともフィンレイっていう名前、なんか中華っぽいね名前が。髪が赤いですね。忙しいところありがとうルカス君、ハルス君。あー、なんかみんな髪にカラーがついてるな。そして悪魔執事の主、感謝するよ。それでは会議の前に誓いの言葉を。何誓いの言葉って、やべえ、私台本見てないからわからないんだけど。こういうのは先にさ打ち合わせしとくべきじゃない。俺はグロバナー家の検証に従い、何事も隠さず真実を述べることを誓います。やましい心は捨てろってことね。まあ、団長みたいになるなってことか。私は、てか何この格好、こんな神聖なローブかぶったことあった。これは顔を隠すことによって神への誠意を表すってことかな。私も誓います。それともレインコートなのかな、雨が降っただけ。ふむ、よろしい。できたらもっと早くこの場を設けられればよかったんだけどね。そうだよね、もう手遅れだったよ。ジェシカが亡くなってしまった。いろいろと忙しくて今日になってしまった。もうもっとタイムスリップしてさ、バスティンの過去まで戻れない？バックトゥーザーバスティンできない？一応概要は耳に入れてるからな。あ、入ってるんだ。地獄耳だな。ごめんなさい。大まかなことは把握しているつもりだけど。ああ、そうなんだ。どう思ってるんですか、フィンレイさん的には。この問題について、ね、相手国とどういう関係を結びたいんですか？3ヶ月前遠征で会ったことを詳しく聞かせてもらっていいかな。あ、もう3ヶ月経ったんだねこれ。早くない？今日ここにいる貴族はグロバナー家の中でも最高位の人間しかいない。もう受験ならテスト勉強バリバリしてる頃だね。私たちが決定すればグロバナー家の軍隊を動かすこともできる。あ、じゃあどうする？戦争仕掛ける？そういう重要な会議だと認識した上で。そうだよね、だってこちらからすればさ、完全に悪意を向けられたわけだから、牙を返されてもおかしくない。できるだけ詳しく聞かせてほしい。実は秘密。わかりました。かしこまりました、フィンレイ様。秘密。あ、やばい、グロバナー家の当主の怒りが落ちてきて、私の右頬にストレートパンチが来てしまう。
たとえハウレスといえど。私たちは依頼の通り、行方不明のサルディスケ部隊を探していました。これも全て嘘だったんだよ、本当に。ひどいよね。どうも。ねえ。どうも、こういうのって。あまりにもひどくない？あれが野生動物ならまだ許してたよ。あれだけ知能あるのすごいねって。私も YouTube に載せたかもしれない。ただね、人の下道な行いは YouTube に載せられないの。わかる？しかし。しかし、結論から申しますと。この依頼はサルディスケの罠でした。そうそうそう。サルディスケどこまで話が回ってんのかわからないけど、全てはサルディスケのせいだよ。どうやら悪魔執事の暗殺を目論んでいたようです。これは立派なさ、敵意を向けた攻撃ってことだよね。はあ、どうやらそうだったらしいね。本当にサルディスケらしい。うん。どうする？赤ん坊軍団3000人用意して相手を攻めるか。多分城一つは落とせそう。赤ん坊で悪魔執事を殺してグロバナーキの権威を失わせようとしている。そうなんだよ。敵を向けられて、これは黙ってられないでしょ、国としては。いや、国じゃないな。彼らは一日でも早く貴族の頂点に返り咲きたいんだ。勝手にしてろ。まったく、サルディスケの連中は相変わらずだな。あ、貴族たち、え、みんなちょっとなんとなく感じてたってこと？なんで放置したの？今回はしっかりと報復すべきなんじゃないか。うわー、そうだね。このまま舐められたままじゃいけないからね。皆さん、静粛に。すいません。彼らの政治的な揺さぶりは今に始まったことじゃない。でもやられっぱなしってことこれ。羊がさ、死んでからじゃ遅いんじゃない？ちょっと。お互い全面戦争は避けたいからね。でも向こうから避けてきてないムーブかましてるからな。できることといえば、毎度のことながら、新書で遺憾の意を伝えるぐらいだ。そんなのいかんよ。おかんに怒られるだろ、いかんいかんって。なぜだ？弱腰な外交だとサルディスケに舐められるだけだ。そうだよね。ある程度の力の強さを見せないといけないなって思うけど、これさ、だって絶対いつか攻められると思うんだけど。そうだ、その通りだ。ある程度の抑止としての攻撃は必要じゃないかなって私は思う。やばい、過激派みたいになってるね、私。いや、静粛に、貴族。静かにして、静かにして、お願い。静かにね。皆さん冷静に、今はサルディスケとの全面戦争は避けるべきだ。あ、弱腰だな、本当に。尻餅ついてる、常に。フィンレイは何を考えてるんだろう。サルディスケの軍隊と戦うとなると、私たちの軍隊では歯が立たない。ああ、なるほど。パワーが足りないのか。じゃあその辺のさ、素人集めてアベンジャーズ結成しようよ。いるんじゃない、トニー・スターク。こちらには悪魔執事がいるからこそ、彼らは表立って私たちに手を出さないだけだ。なるほどね。ぐっ、それはそうだが。悪魔執事だけじゃ軍隊は倒せないの？発言よろしいでしょうか、フィンレイ様。全員暴走させればさ、倒せるんじゃない？だってバスティンだけで軍隊壊滅させようとしてたし。どうした、ルカス。ルカス、許可する。あ、許可された、やった。なんか告白してさ、許可するって言われるとちょっと冷めそうだよね。サルディスケは自らの手は汚さずに、黒蛇の弾という傭兵弾を使っていました。わざわざさ、周りくどいことしてる。戦争は避けたいけど潰したいって、ほんといやらしいな。嫌なところから攻めてくる。ですので問題として追及したところで、黒蛇の団の責任として処理するか、部下の勝手な行動で片付けられてしまうのが関の山かと。あ、団長が切られるってことね。まあそれはそれで、まあ、トカゲの尻尾切りだけどさ、まあそれはそれでいいんじゃない。トカゲの尻尾でもなくしといた方がマシ。ふん、私、ふん、私もそう思うよ。ふん。サルディスケは抜かりがないからね。ふん。ネットゲームに入り浸ってるフィンレイ様。サルディスケは抜かりがない。
さて、この問題についてはこれくらいにしておこうか。あー、話そらした。もう終わり？今日のメインの議題はサルディスケについてじゃない。え、違うの？なぜ？あんなでかいことがあった。そうだよね、ハウリス君。違うんだ。何？デスクワークが辛すぎて職場を辞めたいですみたいな。ふむ。はい、ふむ。何ですか？実はその後、天使の集団に押されました。あっ、忘れてた。そう、天使の国ではノンスタイル石田の衣装がトレンドなのかな。みんな白い。しかし、その天使たちは問題なく討伐したのですが、なんか出てきたよね、ホスト顔のベテラン天使。突然空から謎の男が現れたのです。あれは天使なのかな、外来種だよね、どう見ても。空から男が現れた。その男は飛んでいたってこと？まあ、うん、倫理観も飛んでたし、空も飛んでたね。はい、飛んでいました。そう、頭もぶっ飛んでたんだよね。ちょっと自分の言ったことが全て相手に返ってくるっていうさ、なんかブーメラン方式あるじゃん。それブーメランになってないな。その男は天使の翼を持ち、体から光を放っていました。ああ、眩しいって感じかな。じゃあ、迷惑だね。あんまり近寄りたくない。あの、外で街灯になっててほしい。そしてその男は言いました。私は天使だと。知ってます。なるほどね、私は天使だ。私は人間です。言わないな。私は人間ですとはなかなか言わない。突然のことに困惑した私たちですが、困惑したんだ一応。まあ、ハテナマーク、クエスチョンマーク出るよね、意味不明なこと言ってれば。すぐにその謎の男を捕まえようとしたので、あ、そうなんだ。あ、しっかりとね、ポケモン GO 天使 GO したんだ。あ、後日だ。知能天使、知能天使との遭遇？何、知能天使って。医学部。おやおや、もう全部倒されちゃったの？あ、医学部。どうしたお前、ホスト顔医学部。うわ、誰ですか？はあ、なんだてめえ。やさぐれたジョイマン。なんだてめえ。初対面の相手にそういう口の聞き方はいかがなものかな。死ねっていうよりマシだと思うんですけど。私、初対面の君たちのお子様に死ねって言われたんですけど。育ちを疑っちゃうね、まったく。お子様の教育をしっかりしてから言ってください。そういうのお願いします。あ、こいつ空を飛んでるぞ。そこじゃない、今はそこじゃない。気になるのは、しかもこの光は。あ、光ってるんだね、発光色。全身インプラント製、真っ白。まさか天使。はあ、こいつが天使。いやいや、天使があんな風に喋るわけないじゃないですか。一応喋ってるんだよね。アモン、アモン、あまり前に出るな。出していいのは下だけ。そうだぜ、こんな天使見たことねえ。見たことないの？本当にちょっと大きくなっただけじゃない？うん、だとすればこいつは一体なんだろうね。やっぱホスト顔医学部じゃない？なになに、みんな驚いた顔して。珍しいものでも見た？だ、イケメンは珍しいね。結構希少価値高いっていうか、まあテレビではよく見るけど。あ、あなたは一体何者なんですか？そうですか、私が医学部です。あ、変な医学部、変な、怒られそうなの。私、あなた、ミーじゃない、ユー。ミー、ユー、ユー、ユー、ミー、ユー、ミー、ユー、ユー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 ミーミーミーユ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 ーミーミーミーユ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 ーミーミーミーユ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 ー。それはどう見ても語彙力をなくした映画マリオブラザーズ。天使でしょ。あ、でもモテそう。天使でもモテそう。なんか許されそう。知らないけど。はあ、そういう人は一部いそう。可愛いからいいでしょみたいな。は、はあ、天使って言ったっすかこの人。
言ったね、天使って。そう聞こえたけど。んー、おい、ふざけてるのかこいつ。現世に来る人たちはオーディションで選んでるの？なんかみんな顔良くない？タレントオーディションしてる？いや、してるよね多分。イケメンしか撮れませんみたいな。へえ、この腕義手のようで。あ、いつの間に近づいた？早くない？別に筋骨隆々でもないのに。あ、知らないんだ義手っていう技術を。義手、義手。天使を倒すほど強いなんてすごいな。てか、まあボス機の力っていうのもあると思うけどね。だって島次郎が義手作ったって天使倒せないもん。こいつ、いつの間に俺の横に。ね、確か右は男子、左は女子だっけ。ちょっといい腕を見せてもらっていいかな。何？腕フェチ？ち、ち、勝手に触んじゃねえ。あ、普通、ちゃんとでもコミュニケーション取れるんだ。なるほど。これわかる？バカ。わかるかなこれ。怒っちゃう。もう短気だね君は。短気元気。いわき。ああ。ああ、誰が短気だと。あ、ボスキー、ボスッキー。どっちかというと短気だよ。まずい。皆さん警戒してください。まずいな。この方、ただ者じゃありません。知ってる。これだけ威厳が出てれば。そうですね。さっきの移動も見えないぐらいの速さでした。上級管理職かな。誰だろうね。おい。全員武器を構える。あ、戦うんだ一応。格上感がすごいよ。何その武器？いつの間に？日本昔話に出る。おばあさんが使う斧。ダメでしょ、取ってきちゃう。返してきなさい。それ桃太郎の主人公のおばあさんたちが使ってるものでしょ。返しなさい、ナック早く。ダメだよ、取ってきちゃう。ああ。ああ。あ、バスティンビーバーが来た。ベイビー、ベイビー。ええ。了解。お、来た。いいね。バスロのビーバー。へえ、統率もちゃんと取れてるんだね。そちらさんはどうなんだろう、統率は。リーダーの命令に従って動くのか。お前は統率、俺は大卒、お前は小卒。これが天使のマウントの取り方。学歴を気にする学歴コンプの一面があります。えっ、いやいやいや、かっこいいな。好きだねこの顔。そしてあなたがこの執事たちを束ねる主だね。あ、パレた！いや、なんでわかったの？やっぱりオーラがすごすぎた。絶をしないと。え、何、なんでわかったの？好みの顔だったから。何、教えてね、理由。まずい。皆さん、主様を守ってください。はい。臨戦態勢。いけない。その人を主様に近づけてはいけません。あ、そんなにヤバい匂いするんだ。ああ。もちろんです。ああ。そんなにピリピリしないでいいよ。おい、ちょっとラフだな、喋りかけ方が。なんか割とチャラいのかな。今は君たちと戦うつもりはないから。あ、そう。なんで来たの？偵察？それじゃあ私はこれで失礼する。嘘、帰った。あ、でもこのぐらいの会話時間ならうざがられないね。ちゃんとそこはわきまえてるんだ。うわ、ちょうどいい距離感で接してきた。別に嫌いになるわけじゃないけど好きにもならないみたいな、そういう距離感で接してきた。でも顔面の良さで相手を魅了する。だ、ちょうどいいんだよこれ。イケメンムーブだね。ちっ、おい、ロナ、違う、おい、待ちやがれ。捕まえられるなら捕まえてごらん。あー、ちょっと、正統派美女のセリフそれ。バスティン、おい、バスティン、行くぞ。ミネ天使、ミネフジコの血筋。
あ、行くんだ。デコボココンビ、お料理コンビ。行っちゃった、お料理コンビ。若い二人は血気盛んだね。確かに。もう、こいつめっちゃ早いぞ。なんで？捕まらない。え、バスティンとロノでも倒せないじゃん。じゃあどうするの？じゃあラスボス？バスティンでも追いつけないのか。嘘、バスティン食べすぎて脂肪落としきれてないんじゃない？すごいスピードですね。どのぐらいすごい？目の前に急に三輪車バイクが止まってきて、はい、お前にラーメンやるよってやれるぐらいすごいかな。いや、そのぐらいすごいな、多分。ビッグ、迫力がすごいっていうか、もう驚きと迫力がすごいっていうか、で、呆然としちゃう。それじゃあまたね。またね。悪魔執事の諸君、そしてその主、ミネ、ミネ天使はスマートだった。また会おう。ああ、クレジットカードを両脇に装備してそう。バサバサ飛んでた。ちょっとあの天使気になるな。何あのミネ天使。7番の塔、7番の塔、なんか良さげな数字だけど。結局その男は飛び去ってしまいました。飛んでったんだ。なるほど、そんなことがあったのか。ガみたいだね。はい。私もその衣をまとってるってこと今。さまざまな状況から私たちは、なんか中二病心をくすぐるね、この衣装。あの男が天使だと判断します。言ってたからね。さすがに天使に見えない、まあ天使に見えないって言っちゃ失礼だけどさ。まあ、難しい、人は見た目で判断できないから難しいところではあるけど、まあ天使だろうね。人間のように喋り、そう、聞いたところだと知性も我々と変わらない。それどうなの、人間としてのプライドとかは大丈夫？そんな特徴を持った男が天使だと、まあ、確かに天使はバカかアホって言われてるよね。ふむ、はい、そう考えるのが合理的かと。あ、本当に今私がさ悪口言ったと思ってるでしょ。本当に思ってるからね、ハウレスたち。天使はバカかアホって。ざわざわ。知能を持った天使だと信じられない。ほら、みんなバカっつってんの。ひどいよね。悪魔執事が嘘をついてるんじゃないか。嘘。本当の話とは思えないが。うわー、もうこれハリーポッターで見た。ハリーがボルデモートの復活を唱えても全く大人たちは信じようとしなかったんだよ。で、後でその報いが来るっていう展開あったよ。俺は、私たちは嘘をついておりません。まあ嘘つくやつもそう言うけどね。全てが真実でございます。あー、なんか喋れば喋るほど嘘っぽくなる。ふむ、これまで人類は長い間天使に怯えて生きてきた。そうだね。知能こそ低いが強力な力を持つ天使は手強い相手だった。あー、それで知能まで持ったらもうどうするのって感じだよ。そんな手強い天使に知能まで加わったと。知性か。チンパンジー程度の知能だったらまだ戦えるかもしれないけど、人間レベルか。いやラッコの知性が加わったとなると結構有利かもしれない。だって叩くだけだから。ラッコちゃんならね、まあまだ可愛さがあったかもしれない。ふむ、おそらく残念ながら。ああ、それはかなりまずいんじゃないか。信じられん、そんなことはありえない。もうやってる、これハリーポッターしてるよ。ポタリアン、やめたまえ。静粛にみんな落ち着こう。静粛にを何回言わせるんだ。大人の会議でこんなに静粛にって言わせるなよ、恥ずかしい。フィンレイ様、私からも貴族の方に話していいですか。なんで？
あ、LINE 交換しようよみたいな。ルカス、許可する。あ、許可された。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、急に幼くなったね。私も幼くなった。ギャン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 。貴族の皆様、新しい脅威を受け入れたくない気持ち、よくわかります。まあ確かにね、恐怖には信用したくないっていう人間の防衛本能が出るよね。だけど、しかし今回は初動を誤ると下手したら人類の存亡に関わります。あ、まあその通り。あ、ルカスが怒ってる。人類の存亡、私はそれほど大きな問題だと私は考えております。私ルカス結構好きだよ。なんかね、大人のスマートさと子供の気持ちがわかる優しさがあるよね、ルカスは。まだ地の天使がどの程度の強さなのかわかりませんが、うん、これまで続いてきた天使との戦いの歴史は新たな局面に突入したことは間違いありません。どうすんのこれ。私たちも天使になる。羽つけるか、じゃあ後ろに。うん、え、どうすんの、うん、ザジーみたいになる。みんなで、みんなでザジーしよう。そこでフィンレイ様、私から提案がございます。ザジー軍隊作成委員会作ろう。提案聞かせてくれ。話に割って入るな、結構。実は知能天使が飛び去ったのはここから北西の方向。うん、そこには古の塔があるのですが。あ、そう、古の塔、え、なんかあるってこと本当に。その調査を許可していただけませんか。あ、行くんだ。まあ確かに本来の目的ってそこの調査だったよね。古の塔の調査、塔に近づくと天使が襲ってくるはずだが。うん、まあ、そもそもそのために行こうとしたから。うん、はい、危険なのは承知の上です。ああ、まあ確かにあそこ調べないといけないのか。ですがこの調査はそれだけの価値があると思います。確かにな、だってやられっぱなしぐらいならさ、その命かけてでもヒントをまさぐって自分たちの利にした方が被害は少ないかもね。賢いルカス。だけど現在この世界に確認されている古の塔は全部で16基ありますが。おお、16もあるの。ちょっと手が。知能天使が飛び去った北西の塔は7番の塔。現存する塔の中では最も状態が良いとされています。誰か住んでんのかな。手入れとかしてんのかな。ガーデニングとか綺麗にやってんのかな。盆栽とかすんのかな。たまたま知能天使が7番の塔に飛び去ったとは考えづらい。天使も綺麗好きなんだね。7番の塔を根城にしている可能性があります。あ、やっぱ綺麗な塔がいいんだ。天使も人間も変わらないな。新しいものが好きなんだな。調査をすれば新しい情報が得られるかもしれません。若くて新しいものが好きなんだ。天使も人間も変わらなかった。なるほど、ルカスの言う通りだな。7番の塔の調査は許可しよう。やったやった。フィンレイ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 、ありがとうございます。フィンレイ様、あ、ちょっとフィンレイちゃんはさ、あれだよね、結構執事の発言聞いてくれるね。優しいタイプの上司だ。しかし今回の遠征にはグロバナー家の偵察部隊も同行させてもらう。え、いいの？だって被害大きくならない？君たちの言うことが真実なのか私たちも確証を得たいからね。あ、なるほどね。まあ仕方ないな、それは。信用してないっていうか証拠は必要だよね。わかりました。かしこまりました。うん、まあこれはしょうがないね。フィンレイとしても本当はやりたくないみたいな立場なんだろうね、実際は。フィンレイちゃんは。それではこれで報告会を閉会する。オーケー。悪魔執事の主、会議への出席感謝する。あ、おむつ替えた。